南広氏は、日本の社会心理学者。日本女子大学教授、一橋大学社会学部教授や成城大学、教授を歴任。日本社会心理学会第3期、第9期、第10期理事長。1914年、東京市赤坂区田町に生まれる。父は、医師の南大僧。近藤徹氏は、父の2位。石川千代松は、母方祖母の弟。 大倉木八郎は、おばの祖父であり、林達夫もおばの縁続きにあたる。慶応義塾幼稚者、東京高等学校尋常科から、理科をつるいを経て、父親の希望により、医師を志すが、父の激務に恐れを、なし1937年、東京帝国大学医学部を中退。1940年京都、帝国大学文学部哲学科卒。 同年京都帝国大学文学部副主就任。母親の幼な友達であった高木定治の推薦を受け、アメリカのコーネル大学大学院に留学し、ダレンバックに指示、1943年、コーネル大学 PHD。日米開戦後は適正市民として南禁状態に置かれ、大学院終了後は日本への帰国を望んだが、 入国ビザが降りず、コーネル大学講師等を経て1947年に帰国。同年日本女子大学教授就任とともに、高木定治の紹介で、東京商科大学予科非常勤講師となる。1949年、一橋大学法学社会学部専任講師。1950年、一橋大学社会学部助教授。1958年度、教授。 一橋大学に国立大学で初めて社会心理学の講座を設け、1964年国際心理学会常任理事就任。1969年から1974年まで日本心理学会常任理事。社会心理研究所、伝統芸術の会、映画と心理の会を設立し、後にそれらを統合し、日本心理センターとし、その所長を務めた。 全日本気候協会会長。民主主義科学者協会でも活動。1962年文学博士。学位論文は体系社会心理学。1978年に一橋大学を定年により体感し、同大学名誉教授。定年退官後は、弟子の石川博義の招きにより、1978年から成城大学教授を務め。 1985年に、成城大学を、定年退職。中華人民大学名誉教授。また俳優座の養成所でも、教鞭を取り合いかは金を教えた。1999年まで原宿に居住し、1999年から、病気療養を金国立がんセンター及び、聖路加国際病院に近い筑田島に転居。2001年、肺炎のため死去。 戦後、アメリカ社会心理学を日本に導入し、国民性から大衆文化まで様々な社会現象の背景にある、心理を解き明かし、日本人論ブームをリードした。また、伝統芸能や映画、テレビ番組においても幅広く活躍した。フラストレーションの訳語に欲求不満という言葉を当てた。仕事に熱心なことで知られ。 子供の頃から毎日8時間以上勉強するのが習慣だった。父から勉強しすぎて死んだ奴はいないと教えを受けたという。生涯無休で仕事を行い、亡くなる直前まで口述筆記で著書を残している。南大層、人事更新録、第8版、昭和3年7月、近藤を通人事更新録、第8版、昭和3年7月、南広史。 出会いの人生自伝の試み P5、軽装処方、2004年。AB 南博出会いの人生自伝の試み P11、軽装処方、2004年。南博出会いの人生自伝の試み P256 では、私が父と同じ医学の道へと進まず、心理学へと転じたのは、医者であれば、修正、何家の二代目と言われるだろうことに、 耐えられなかったからであると説明している。痛みメモリー、女優、安ず恵美子さん夫婦別姓婚の草明け。ザクザク、2013年9月4日閲覧昭和43年度学位持を、単位修得論文、一橋研究。昭和41.42年度学位持を、単位修得論文、一橋研究。ありがとうございます。